はい、どうもガツポンです。明けましておめでとうございます。というわけで、ファクトリーをねやってはいかないんですけどいやほんとね、去年のね後半はアホほど忙しい年だったなと思います。今振り返ってね、全然ファクトリーをできてなかったなと思うんで、今年こそはねファクトリオの方をねたくさんやっていけたらなと思ってます。でちなみに今ね何をしてるのかっていうと、結構長い準備中ではあるんですよ結構やっていきたいとか言いつつね。で今何してるのかっていうと、左側でね、こうやって線路を分離させて、広げて、噂のあれを作ろうと。この長距離砲車両を大量につなげて、例えばね、この辺のバイターを駆逐したいなと思ったら、ここまで線路ぶわー広げて、この電車だけ他の周りの電車を全部止めて、この電車だけぶわーって行かしてババババババーンってやって戻るみたいなをマジで組みたいので、早々にこれをね早く仕上げて、そっちのね僕が一番やりたいやつをねファクトリオの本来の楽しみ方じゃないかもしれないですけど、そのマギーを作ってね、管理して遊びたいなと思ってます。まだねほんと準備段階でね、ほんと気合い入れてちゃちゃっとねやんないと、またなんていうのテンションが下がっちゃうんで、早々にねやっていきたいなと思ってます。でいろんなアップデートが入ってたんですよファクトリオ。例えばね調べてはないんですけど、どんなアップデートか。例えば信号をつなげるとき、こうやってね赤い線が入ってたりね、こういうアップデートが入ってて、こういう新しい要素とかも見つけながら、どんどんやっていけたらなと思います。はい、というわけで挨拶早々に終わってしまいますが、去年もお世話になりましたと。今年も何卒動画の頻度はね、クソみたいな、全然定期じゃなくて不定期なんですけれども、もしよろしければ、なんて言ったらいいんだろうね、わかんないわ。いいやはい、というわけで今年もよろしくお願いしますということです。はい、もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。